はい、アボパワー TV です。はい、今日は令和2年4月16日、17日、金曜日、16時です。今日は、まずですね、皆さんにお礼を言わせていただきます。登録者数が100名を超えました。ありがとうございます。今ね、毎日ほとんど売り上げが立たない状態、各店舗ね、Uber のちょろちょろっと入るオーダーだけで忍んでいる状態です。そんな中ね、登録者数が増えて、徐々に増えたり、いいねボタンを押して、押してねって言わなくても押してくださったりとか、コメントしてくださったりとか、そういうのが唯一の励みです。本当に励みになってます。スタッフ一同、今日何になった、今日何になったって言って、日々ね、その売り上げ、そのフォロワーはチャンネル登録者数の推移を見て一喜一憂しております。そんな中ですね、今日お話ししたいのはこの内容です。多店舗展開している、飲食店がどうやって他の店舗とコミュニケーションを取っているかっていうのを、うちの場合、アボカドパワーカンパニーの場合をお話しさせていただきたいと思います。うちはですね、スラックとズーム、この2つのアプリを使っております。スラックというのは、もし知らない方のためにお話しすると、ビジネス向けの SNS ですね、簡単に一口で言うと。で、みんなうちのバイトちゃんたちの子とかは LINE とかね、 Instagram とかのショートメッセージ、ダイレクトメッセージで情報のやり取りしてるんですけれども、仕事で使う場合だと、過去の履歴が話した内容が遡れなかったりとか、特定の話題にフォーカスして話したりすることができないので、スラックというアプリを使っています。飲食店でうちの場合どうやって使っているかっていうような話はまた別の機会にさせていただくこととして、スラックを使っています。急がない内容なんかは全部スラックでまとめてます。で、このコロナの被害に遭ってから、ですね、やっぱりね、今各店舗店長一人だけで運営してます。で、オーダー、ウーバーのオーダーとテイクアウトのオーダーだけでしのいで、なんとかしのいで、何していいか分かんないので、そうやってしのいでいるっていうのが正確なコメントですね。そういう状況なので、はっきり言って忙しい時よりも疲れるし、将来不安になるし、これは皆さん一緒だと思うんですけど、不安になる、そういうことがあって、やっぱり一人でやってるとくじけそうになる。そういう時にやっぱり仲間の顔を見てコミュニケーション取ると、なんかね、嫌なことも一瞬忘れられるんですよね。うちの場合、今のところそういう使い方になってますけれども、実際ね、アボカドパワーカンパニー、マドッシュカフェ、アボカドやマドッシュカフェがどうやってズーム使ってるかっていうのをちょっとね、お見せしようと思います。事業をなさってる方じゃなくても、アボカドもやマドッシュカフェのファンの方でもね、こんなことやってるんだって楽しんで見ていただけるのではないでしょうか。では実際に使ってるところをご紹介します。大ちゃんもまだ元気です。こんな時だからね、常に明るくしていきたいよね。ではご紹介します。僕はいつもタブレットで運用してます。で、この青いのがズームで、オレンジ色の新規ミーティングで、ミーティングの開始をします。そうすると接続してますになります。これまた詳しく説明しますけど、 Zoom の方で仲間を招待する、会議に参加する人を招待するっていうところがあるので、そこをタッチすると URL をコピーできるので、その URL をコピーして、Slack の方で
この部屋で会議してるよという情報を掲載します。そうするとみんながそれを見てその会議室に入ってくる。そうするとチャットが始まるという流れになってます。はい、来ましたね。はい、これ高くんですね。はい、これ高くんですね。お疲れさん。はい、お疲れさん。お疲れ様です。おー、みんな揃った。初めてちゃんと一発で揃いました。皆さんご苦労様です。はい、これ YouTube 今撮影してます。なんか多店舗展開している飲食店のオーナーさんとかにこういう使い方ができますよっていう案内の動画でもあり、あとうちのアボカドやマドシカフェのファンの人がさ、こうやってみんなでコミュニケーション取ってんだっていう 裏をねちょっとお見せしようかっていう形でぶっつけ本番で今撮っております。はい、そういう形です。あ、ではですね、まず最初に皆さんに知ってると思いますけど嬉しいご報告があります。我がチャンネルの登録者数が100名を超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりさ、1000人目指すにはさ、やっぱり100人10分の1超えたってことだよ。早いよ、いけるよ。このさ、早いです。早い早い、バズってるよ。あくれも全然いけるいける、うん、なんかね、あれだよね、ウーバーにオーダーしてくれた人に対してお手紙書いてたんだよね。どうぞどうぞどうぞ。その私は伝票に、はい、ちょっと書いてました。忙しくて書けない時もあるんですけど。あ、これタカ君出ちゃいました。なんて書いてたの、レイナは。寝るとYouTube は原宿店のレイナさんと渋谷店のサクちゃん、あと下北沢店のタカ君です。タカはなんて書いてんの。これと汚いんですけど、はい、こうやって、わお、伝わる、逆に伝わる。逆に伝わる。これ持って、うん、一個一個入れてます。あー、いいね。そんな感じで、さきちゃんはさ、SNS でだいぶ宣伝してくれてたね、インスタで。あれ、さきちゃんマイク繋がってる。マイク繋がってる、さきちゃん。繋がってますよね。繋がってる、繋がってる。喋んないと音出れないと思うから気をつけて。あ、いいねボタン。はい、もともとさ、これをZoom 導入したのもさ、一人でみんなお店任せてるからさ、心細いからやり始めたんだけど、いいねこれね。時間合わせるのがさ、飲食店だと大変だと思うけどさ、もし今後復活したらさ、なんか合同朝礼とかやれる日が来るのでしょうか。来るよね。あれでしょ、なんかチップつけてくれた人いたんでしょ、下北。あ、今日なんか今日からですかね、うん、急に増えたっすね。へー、原宿は一軒、原宿一軒。あ、うち多分4、5件あったと思うんですよ。はい、ほんとに。寄付金。なんか、あれ、前からあったんじゃない？あったよね。新しく始まった。いや、前から。前からありました？あった、あったよ。チップとなんとかってあったよ。あったけど、実際、今日初めて。実際にはできてなかった。
稼働開始してなかったのよ。あ、そうなんだ。うん。いや、これからさ、ウーバーの売り上げしかほぼ見込めないから、チラシをね、印刷と配布を両方やってくれる会社を見つけたので、下北沢の近くとか、渋谷原宿の近くとかに、実際に撒いてみるっていうのも、ウーバーでオーダーしてくださいみたいなね、そういう取り組みもやってみたらどうかなと思って、今調べて、そういうのがあったから、あったよ。まあ、それぐらいしかさ、増やし方わかんないよね、ウーバーのね。こうなっちゃうとね。それぐらいしかないですよね。うん。で、僕の友達の和食屋さんが、ウーバーの申し込みしたら2ヶ月待ちだって。新規登録2ヶ月待ちだって。うん。そりゃそうだよね、この状況だもんね。今日は各店舗どうでしたか？渋谷店からどうぞ。今日ですか？はい。今日はだいぶ綺麗になりました。というのも、これを暇な時期を機に厨房の中の防水工事をするということになって、明日から10日間お休みするんでしょ？明後日です。明後日から土日やれるの？じゃあ土日やります。いや、明日最後の冷蔵庫の移動とかやって、で、明後日引き渡し、じゃあもう営業自体はもうストップしてるね。そうですね。うん。そちらもまた情報はまとめて出します。渋谷店ありがとうございました。原宿店いかがでしたか？原宿店は、はい、また1時ぐらいにまとまってウーバーがオーダー入って、で、みとみさんの奥さんがまた来てくれて。あ、来てくれたの？実際に。そう。で、あとなんかお弁当がちょっと行って、店内にもちょっと待ってくれました。ドリンクだけとかでしょ？なんかね。一組コンボ。あ、ほんと。ありがとうございます。まだ来る、いる人いる。働いてる人がいるからね。けどね、買い物、古着屋さんはやってるよね、ちょろちょろね。まだね、頑張って。今日、さくちゃんが物取りに来てくれたの、持ってきてくれたの。うん。ちょっと、だって。うん。なんだよね、結構ね、キャットストリートね。キャットストリートね。人いた？キャットストリート人いた？表参道はいましたね。表参道ね。いつもと比べると全然だけどね。いるように見えるよ。うん。洋服屋さんがやって。うん。古着屋さんは、あとスニーカー屋さん。ああ。結構やってます。うん。通信販売もあるんだろうね。多分そうなんだろう。うん。下北沢どうでしたか？下北沢はもうウーバー入ってきました。多分、住宅が多いんで、やっぱウーバー入ってますよね。うん、そうだね。あとウーバーは、ウーバーだけですけど。そうだね。広い店舗の中でウーバーだけって一人で。あと多分近くで働いてる人ですかね、がお弁当してくれますけど、まあ通りは逆に古着屋さんもほとんどやってないですね、下北は。空いてるのうちと下の婦人服ぐらいです。明日やってんの？楽しいことはもう全然人いないっすね、あの通りに。みんな出てもね、店もやってないから出ないんだろうね。そうですよね。人は住んでるからね。
みんなスーパー逆にウーバーを、うん、逆にウーバーが出る。ウーバーはやっぱりありますよね、うんうん、そういうデータが取れただけでも良かったな、うん、じゃあちょっとそのウーバーの売り上げが上がるような方法とかちょっとこれから考えてみるんで、あとなんかあの YouTube 見てたらさ、 SNS の活用の仕方みたいなのをうまく説明してる人がいたんで、その動画のリンク送るから、ちょっとできることを僕たちだけでやってみたりとかしてあがいてみま、あがいてみましょう、うん、でそろそろ俺も来週あたりあの Uber で運び屋さんやろうかなぐらいちょっと太ってきちゃったからさ、太ってきたからあの運び屋さんやろうかなと思ってるんで頑張ります。売り上げに貢献します。はい、うん、はい、下北沢店で待機してようかな。あ、嫌そうだね。嫌そうだね。大丈夫ですよ。一人でやるとやりそうだね。何何、それで、うん、それで、うん、一人が待機って言ってうちだけのオーダーを受けた場合、どのぐらいオーダーが入るのかを調べてほしいんだよ。他のお店のやつは全部キャンセルしちゃって、まあまあいいや。あと今日 Uber でお持ち帰りやってないんですかって言われたの、お客さんに、今回に来た人に、多分 Uber 頼んでくれたので、うん、春巻きと、いつもやってないけど春巻きと、うん、ネギトロ丼と、うん、ネギトロ丼の、うん、ネギトロ抜きのアボカドを代わりに入れるっていうあれがあってやったので今やったんだけど、まあ弁当で買ってったのだけど、 Uber のお持ち帰りやってないんですかって聞かれたから、うん、私やってないと思いますって言って、うん、見たけどなくて、うん、で Uber に問い合わせてみたら、うん、お持ち帰りっていうのはあれ指定された店舗しかできないんだよね今ね、まだね、実験的にやってるだけなんだって。だからやりたいって言ってもできるわけじゃないんだって。うん、そういうことでした。ありがとうございます。別にいい情報じゃないんだけど、うん、まあそういう暇だから自分で持ってきたいっていう人も本当はいるんだろうなと思って、まあね、だから下北店とか自分で持ってオーダーしてもらって、電話してもらって、うん、オーダーしてもらって、まあ、電話受けるのがめんどくさいけどね、めんどくさいっていうか大変じゃん、だ一人だからね、大変、そう、お持ち帰り時間も需要があるのかなとは思ったけど、まあ意見だけだけど、ちょっとやっと、それにしろお店を維持するには全然足りない数字だからね。なんか電話が鳴ったの、あ、大丈夫です。そしたらさ、いろんな企画考えて地道にやっていくんで、さくちゃんも来週から暇になったら一緒に動画撮ったりとかお父さんのカレー作ったりとか、お父さんも呼んでお父さんの動画撮ったりとかさ、まあお父さんというのはまたこの動画でも後々紹介しますけど、まあ、原宿店の名物キャラなんですけど、今仕事がなくて退屈してると思うんで、まあできることをやって、まあ数年後この動画を見て笑ってお酒が飲めるようになればいいかなと思ってます。で今まとめに入りますけど、他のね飲食店やってる方とかもね、こうやって店長と、まあやってる、もうみんなやってると思うけど、こうやって顔見ると楽しい気持ちになるんで、じゃあみんな面白い動きしましょう。あれ、こうやって遊んだりとかもできるんでいいと思いますこうやって楽しいよね。いいですね、俺チームでね仕事する楽しさっていうのをね味わえ、ちょっとでも味わえるんで、
この辛い状況の中の気持ちが紛らうんじゃないでしょうか。では皆さん、重たい話はまた個別にしますんで重たい話はまた個別にしますんで、ここは明るく終わっておきましょう。じゃあ、原宿店はアボカド運んでそのまま終了 でもしかしたら来週から一回試しに夜まで8時までやってみたりとかして、ウーバーの営業下北店ね、どんぐらい入るかチェックしてみて、あがけるだけあがいてみようと思うんで、よろしくお願いします。ただ材料が、うん、足りない、やってるとやっぱり、ああ、OKOK、じゃあそれとその辺もちょっと土日あたりで固めて、うん、で来週に備えましょう。土日忙しいんだ。土日忙しいんだよね。土日の分の材料は、うん。あ、まあ土日っていうか平均的に入るじゃないですか。うんうんうん、やっぱやってれば材料が減ってくじゃないですか。と、ネギトロとか。サーモンとかがどんどん消費はしていくんですけど、まあ、おばさんで頼んでっていう風にするべきなのかとか、まあ、営業してれば材料が減っていくっていうのは徐々になっていくんですね。そこの個別の業者さんに関してはまた後ほど指示出すんで、はい、補給してとりあえずやってみま、続けてみましょう。家賃の交渉とかもこれから頑張ってやってみるんで。はい、はい、ご苦労様でした。はい、お疲れ様です。はい、じゃあ頑張ってね。はい、はい、という具合にですね、ズームを使ってみんなで楽しく会議が終わりました。まだね、導入してないところあるんだったら40分、1回のミーティング40分までだったら使えるんで、ぜひやってみたらどうでしょうか。楽しいですよ。嫌なことをね、ちょっと忘れられるしね、うん、そう思います。では今日は以上です。また次の動画でお会いしましょう。